役目が好きだよ。ここに来ると懐かしい気持ちになる。こうしていると幼い頃母とこの祭壇を訪れたことを思い出すんだ。君と友となり親しく話せるようになるだなんて思わなかった。お目覚めかい？あの時は全く起きなかったけれど、今はこうして僕を瞳に映してくれる。そのことを幸せに思うよ。よし、続きやってきます。いや、なんだかんだアルフレッド初めてか。ね、なんかいろいろ達成してる。やっぱ、頭に鼻ない方がいいな。普通に、イケメンだし、なんかちょっと BL 展開もありそうだったね。じゃあ、支援会のお時間ですね。またたんまりたまったね。もう後半も後半じゃ病んでもおかしくないやけど、がっつりあるな。まず、絆からっすね。じゃあ、ディアマンド、これはうっかりやな。今、エイリュークやしね。ただあれか、エイリュークが、そう、限界突破しないから、止まってんだわ。ただまだ B まで行ってないんか。とりあえずアイクっすね。いや、ここはここでもうなんか正統派、なんか同じジャンルのロードって感じがする。そういえばソルムか、アイク。褒めてもらえるのはありがたいが、俺はただの剣士だ。またまたご謙遜を。人より少しばかり鍛えてはいるがな。いや、最強の主人公と言ってもおかしくないんじゃない？暁のアイク、クソ強いからね。結局、三河屋差し置いても、最後決めるのもあやくやしね。青の天空ないとクリアできんかったよね、確か。で、ユナカシグルド。ここ若干なんかマッチングしてないのよな。いいよ。いい角度から始まったな。うっかり言ってしまったやったわ。オムまで言ったわ。やっぱ槍かなんか、でも力そこそこあるからね。これはおお、ティルフィング。力受け継いだ大切なもの。ティルフィングだ。確かに名のある品だ。目が利くのだな。こんな武器も掲げてくれるんだ。なんか持つとこすごい硬そうで、なんか疲れそうやけど。案外カーボンみたいな柔らかさあるんかな。まあ、ファルシオンを模したか。勇者来た。これでちょっと使いやすくなるかね。槍もなんか持っといた方がいい。え、でも純正の装備できる武器でやるから。ユナカあれか、斧装備できるから。そうだ。なんか、ウコンバサラまでは持てんけど、ちょっとイカスメの大斧持っとけば、オーバードライブ用に、ね、いいんじゃないかな。じゃあ、オルテンシア。カミラさん。いやー、後々やっぱカミラさんみたいなレディーを目指してほしいね。そうやね。雪国のイルシオンとはずっと真っ暗やったもんな。え、それってさ、今地球上で太陽がないと一緒の状況やから、え、氷点下いかん？これは野暮なツッコミか。日の当たらない国、日焼けを気にしなくていいじゃない。なんてポジティブ。見てみたいわ。カミラの国ならいいところに決まってるもの。オルテンシアなら なんか馴染めそうやね。行ってらっしゃい、アンヤ王国。きっと、マックス、よし。マックス、レオン、エリーゼね。マックスも優しくしてくれるでしょ。ライトニング。いや、ちょっと元々の魔力低いからさ。ちょっといまいちかもね。で、ちょっとさっき言った、ユナカの大斧の、ある程度持てるよね。おう、鋼までか。ただやっぱかなり強いね。これでオーバードライブしたら全然違うんじゃない？
10ポイントぐらい伸びとる。ちょっとこれでやってみよう。で、支援会はですね、あ、ここゴールかやっと。じゃあ、ベイルからかな。妹よ。何系だっけ、C。流石を渡してくれた時のこと。赤いやつね。あれ、リュールのなんかだったんだ、あの石。ごめんなさい。目覚める前のことは曖昧で。これを私だと思ってみたいな渡し方したんかね。私ね、千年前一度だけお兄ちゃんに会ったことがあるんだよ。そんな隔離されてたの、ベイル。一度だけ。家族なのに、兄弟なのに、そんな離れてたんだ。うん、会ったことがあるのは一度だけ。はあ。私たちの兄弟はみんな戦争で死んだ。戦争でというか、なんか父ちゃんが直々に殺しに来とった感じじゃん、あんなもん。でもお兄ちゃんだけは生き残って処刑ね。私に会いに来てくれた。後ろ下がっても処刑、失敗しても処刑、何しても処刑やろ。なんなら異形兵でおった方が生きれるんじゃないの。泣いてばかりの弱くて幼い私に流石を渡して励ましの声をかけてくれたの。それがたった一度やけど、しっかり覚えとったって話か。一緒にはいられないけど、私はあなたの味方だって。結構冷酷そうな感じだったけど、アカリュール。そうだったんですね。身内にはやっぱり普通に優しかったんかね。もう砕けちゃったけど。砕けたんか、あれ。死んだから。あの流石はずっと。ほんとビブルカードみたいなやつなんやね。ワンピースの。辛いことがあった日も、ママが死んだ日。再会できたパパにひどいことを言われた日も。ママは何なの？ママもジャリューの女子なのか？流石を見て、セピアでさえなんかすごい渋っとったよね。って思ってたんだ、子供作ることを。ベイル。兄の顔してる。覚えてないかもしれないけど、私、いや、ベイルちゃんと強くなってきてるからね。マージナイトしてとりあえず正解やわ。あの時流石をもらってなかったら、後々は政治がいいかな。どうだろう、体格落ちるのやだな。私こそ感謝しています。千年もの間、千年って長えぜ。ありがとうございます。自分の人生40年そこらやけど、40年まだ未満やけど、なかなか生きたと思うやけど、1000って25倍か。私もベイルがいなかったら、えぐいな。こうしてここにいることはできませんでした。25周分か、今の感覚の。これからはずっと一緒にいられるよね。とりあえず採用して正解やね、スタメンとして。もちろんです。もう離れ離れにはなりませんよ、ベイル。二人でパパを倒そう。武器もしっかり練成しといたしね。あ、ここ曲がるのか。この剣の喪失でかいかもな。あ、体術で、セリーヌからにするかな。うん、ようやくゴールインですよ。神竜様、先日はご心配をおかけして申し訳ありませんでした。何やったっけ。何やったっけ。なんかお茶の話しそうでせんかってやつじゃなかったの。茶葉を狙う族は。ああ、そうだ。どうなったんですか。そうだそうだ、リュウリに相談して母ちゃんからこの討伐というか、なんかこの族をなんとかせえって言われとったやつね。国から資金を出し、輸送隊に倍の合意をつけました。ちゃんと強いのつけれた。襲撃犯をあえて逃がし、ほほう、追跡することで族の本拠地を特定することができたので。なかなかできた護衛、さすが倍額。先ほど本拠地を壊滅する容赦ねえな。まあそういうもんか。そうでしたか。当然やっぱ命のやり取りになるよね。族とはいえ、あ、私の指示で命を落とす者も出るかもしれません。なかなかこういう時の指揮官ってなかなか
あれやね。自分も今指示を出す側の人間ですけど、人の生き死にがかかるってえぐいな。それでも私はこの決定に後悔はありません。茶葉がかかっとるからな。フィレネの平和を乱す者を許すことはできませんから、うん、なんならアルフレッドよりなんかもう風格がありそうやな。実際女王やしね。ですがセリーヌは辛そうですね。そう？そう見える？いいえ、私には辛いと感じる資格はありません。なかなかできとる。決断を下したものなのですから。あの頭お花畑よりやっぱり上に立つものかもしれんね。決断を下すことや後悔の有無、そんなもの、うん、心の痛みには関係ありません。分かってあげられるかな。神竜様は優しいですね。なんか抱きついて本当は辛いのですとかで言ってくれるかな。私はフィレネを守るためにどんなことでもするでしょう。ザ・クイーンやもう。平和のためならば躊躇なく剣を。あ、それも剣使えたな。それもその心構えはできています。セリーヌ剣使えるけどさ、イカ槌持てって話か。力うんこやよね。ですが何のために剣持って、まあセリカっぽくしたい話か。心構えができているからといって戦いを喜びはしません、うん、それが私の弱いところ。自分をしっかり把握している。弱さではなく優しさ、私はそう思いますよ。常に気丈にあらんなわけじゃないよね。あ、弱いところ。フィレネの民が持つ優しさだと。そっちの方が民ついてくるんじゃない。ありがとうございます、神竜様。民がついてこればそれだけまた治安も維持できると思うけど。終わり？なんかイチャイチャする感じじゃないね全然あー、なんか一緒になるイメージが一つもなかったわ。じゃあディアモンド、いや、こう見ると本当アイク感あるよね、このゴツさ。ロード、人を導くもの。神竜様、鍛錬か。ここ馬小屋の前やよね。はい、ずっと自分の力不足を感じて。まあ、右奥の方にあの筋肉のところあるけど。私は本当はとても臆病で弱くて、うん、こんなことで世の平穏を。臆病で弱くて、最初の方はそうだったけど、今となっては全然。うん。どうしたのですか？ディアマンドはずっと気丈やけど。うん。いや、神竜様ほどの方でも悩むことがあるのだ。いや、ずっと悩んどるやろ、リュールは。それはもちろんです。悩むことが多くて、うん、もう大変ですよ。ただこうね。ちゃんとこういう悩んでることも言える人間ってのはなかなかおらんよね。うん、何がおかしいのですか？そういうところが面白いという、面白いって言い方あれやな。なんだろう、心を許せるって感じなんかな。いや、そう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 、親しみ。様に親しみが悪い。このワードが出てこんかったわ。親しみ。最初の方に見せたじゃないですか。そう、異形兵に追いかけられて必死の形相で逃げている私。ブロデーそんなシーンあったっけ？そうだったな。あったっけ？しかし私は神竜様だったから不安を漏らす。あ、支援 C とかではそういうのあったんかな。もし神竜様がいなければ今でも厳しい顔で父上のことを考えていただろう。まだ即位もしてないし、遺体もまだ回収してないよね、イルシアン。ただ、イルシアンは取り返したから、もう遺体はなんか、いい感じで、処理って言ってあれやな。もう、お墓に送られたんかな。神竜様には感謝しているよ。うん。それは私も同じです。こんなにも気持ちを素直に話せる相手がいるなんて。いや、ここはもうなんか、ほんと、主人公と、なんだろう。全然どっちが主人公でもいいよね。私たちは似ているのかもしれませんね。どっちでもいい。
本当に。そうかもしれないな。これからも二人で支え合いましょう。そうすれば実際何だって乗り越えちゃんと強くなってきてるからね。ディアマンドね、名前が未だに覚えれてないのあれやん覚えてない、詰まるというで、いつものね、これ強いよね、絆をつなぐものかな、これ強いの。回避プラス30できたらもう特攻無効もね、積極的に使ってた方がいいんかな、あのエンゲージプラス。じゃあ IB、 おどっちでもいいかな。じゃあ IB ベイル、ベイルがガンガン他のやつと繋がっていくね。IB、これって、後悔しても遅いわ。償いがしたいと言ったのは、何でもしますってやつだ。でもなんだ、恥ずかしい格好でもさせられる。言い訳は聞きたくない、冷たい。なんかさ、飯この激辛料理でどのレベルかな、苦手なのか、恐ろしくて声も出ない。いや案外好みなのかも。でも安心しなさい、かわいそうだから。優すぎ、それは優すぎんか。最近あのペヤングのあの極激辛やったっけ、あれあのなんて言ったら、部下からもらって普通にソースちょろっとだけ出して食いましたそれでもやばかったけど、赤いやつなら食べれますね。めちゃくちゃ汗出たけど。あ、いった。え、完食する勢いじゃない？待って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 。なんで美味しそうに食べてるのよ。かなり辛い料理をしたのに。かなりね。10辛ぐらいか、ココイチでいうマックス。私辛い食べ物が大好き。おい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 聞いとけ好み。え、でも確かお父様はあの方は辛い食べ物を嫌悪されると。一応情報あったんだ、こういうの。聞き間違いだったのかしら。ベイルじゃないんじゃない。 どうしよう美味しくて手が止まらない聞いてね、ご褒美になったな。知らんベイルを見れとる。まあいいわ。許してくれる。美味しく食べられるのなら、それに越したことはないし。激辛。まあスパイスってなんか材料も手に入るしね。辛いものはこの世界にちゃんとあるのか。なんかあんなに泣いてんのかい。目に入ったか。ベイル王女。これであなたの償いは終了よ。クリアした。そんなわけにはいかないわ。ご褒美やからな。もう食べるのはやめる。これ以上普通に食事をするわけにはいかないもの。はあ。それはもったいないから、よかったら全部食べてね。どんなに用意したん？てんこ盛りやな、多分。それに今回でわかったのよ。あなたが辛い顔をしているよりも。ほう。幸せそうな顔をしている方が嬉しい。完全に許されたな。なんか妹を見とる顔になってきとるもん。終わりか。いやー、いい感じで進んできた。ちょっとトイレ行ってきます。はい、すいません、ちょっと大きい方してきましたよかった、また閉電くて。じゃあ続けて IB アルフレッド、ここの C とかも完全に忘れとるな。どんなんやっけ。アイビー王女、君と世の中によく会うね。ああ、最近やったわ思い出した。このソラネルで迷子なってたやつだ。アルフレッド王子、あなたはもう眠っている時間では。またトレーニングか。今日はいつもより早く目覚めたんだ。朝な、早く寝すぎて深夜に起きたってこと？まだ早朝とも呼べない時間なのに。はあ、2時ぐらいか。アイビー王女はここで何を？また迷子か？私はその眠れなくて。はあ、悩み事か？
こんな明るいところにいたら余計眠れなくなってしまわないかい？うん。いいの、今はここにいたいの。何かを隠しとるな、うん、またまた推理で当てられるか。今晩は風が強い。ほう。風の音が獣の吠える声に聞こえたり、人の話し声に聞こえたりする、ね、ああ、小学生の時ぐらいそういうのあったかも。普通に寝れんかったわ。 いきなり何なの？図星か。アイビー王女、一人で寝ていて。なかなかこいつ頭切れるのか。な、失礼なことを。なかなかお似合いかもな、こういう。あのアイビーがずっとなんか弱いところを見せとる。わかるさ。はあ。僕も子供の頃、風の音で怖くなって朝までシーツをかぶっていた経験があるからね。結局もう遮断するしかないしね、音系は。私は子供ではないわ。はあ。そんな時は楽しかったことを思い出す。楽しかったこと。そうすればいつの間にか眠れるからね。そんなうまくいくか。結局寝れん時はそうやな。なるべく深呼吸というか、なんかちょっと深い呼吸にするかな。腹式呼吸っていうか、なんて言ったらいいんだろう。それを母上に教わってから、そしたら勝手に寝とる気がする。朝を迎えることはなくなったよ。そうな、楽しいこと。そろそろ戻るわ。夜更かしは健康に悪いし。今回は白状してくれんだな。あ、よく眠れるといい。決めつけとる。もうありがとう。あ、でも合ってそう。はあ、なんか普通にいい感じやな。ディアマンドアイビーも良かったけど、アルフレッド悪くない。おー、ベイル、ガンガン周りと、まあ、ベイレートのおかげか。ヴェーレとね。今日こそ何か困ってない？はあ、特にないな。前回もこんなやったっけ。と言いたいところだが、あ、実は今ちょうどそうだ、困り事ができたらなんか頼むわ、つとったやつかし。本当？来たぞ、仕事。必ず私が解決するわ。そうだ、思い出した。どんなことに困ってるのか教えて。あれ、ブロディア行ったはいいけど誰も困ってなかったってやつね。この前一緒に町へ出かけて困ってる人を探しただ。うん、で誰もおらんかったやつね。うん、困っている人は見つからなかったけど。うん。警備兵に後から聞いたことなんだが、町の人たちは本当は困りごとを抱えている。なるほど。ディアマンドが話しかけたからちょっと見栄を張ったってことか。え？じゃあどうして私たちに相談してくれなかったの？そんな相談できん、それって具合悪くない？後の王に対して相談事ができないってのは。民衆は王子である私に気を使って、まあ、見え張るというか気を使うか。それ具合悪くないか、今後の運営にしても。そうだったんだ。はあ。だからどうにか民との距離を縮めて意見を言いやすい環境を作りたいと考えているんだが。宴しかなくねえか。方法が思いつかない。フォガート呼んでこようぜ。なんだ、そんなの簡単なの、わかんの？策があるんならぜひ聞かせてくれ。なかなか重要な悩み来たね。私ね、とっても好きな料理があるんだ。それを食べればとっても元気になれる。料理できんのか、ベイル。だから私が料理てか激辛か。みんなに振る舞う食事会を開けた。絶対激辛と何かやん。なるほど。まあ、タビはそれでもあれか、結構テンション上がってくれるかもしれんね。カレーっつって食事会で人々と何気ない会話をして、まあ、距離を縮めていく。それはこれはこれで大事なことだよね、飯を食うってのは。うん、よくね、ご飯連れてってくださいよみたいな、飲みに行きましょうよとか、人となんかご飯を食べるってことはやっぱそういうことやからね。早速準備をしてくるわ。うん、善は急げよ。これは A に期待やね。
どんな激辛料理が出てくるのか。次、フォガー、お、クロン。クロン。ここ、つながるんだ。質問があります。うん。質問、いいよ。何でも聞いてくれ。だいぶ珍しい二人やね。毎朝、何を食べていますか？飯。朝に食べるものか。意外な質問、ね、案外食ってないんじゃない、フォガート。お願いです、教えてください。うん、うん、お、まあ、バナナが多いから。バナナ、とんでもない栄養素、とんでもない。なんか浅くのにもいいし、なんか発芽も抑えれるやったっけ。バナナってやっぱすごいみたいね。不潔その1、朝食にはバナナ。ただ腐りやすいからな。そう、量多いの買ったら後半の方がさ、家族で一房買えばいいのか。秘訣って何？はあ、それは隠しても仕方がないので思い切ってお話しします。クランはフォガートみたいになりたいのか。僕、ああ、そうな。大人っぽくてかっこいい。そうな。まあ体大体はだけとるからな。その格好に来てほしかったな、ウォーリアの姿。でも実は僕たち、え、歳はそんなに違わないんです。そうな。この差は何なのでしょうか。え、5個か10個くらい差ありそうやけど。それを気にして俺に質問したってこと。歳一緒くらいなんだ、ここ。はい、もしよ、だいぶ小さいけど。たくさんお話を聞かせていただけませんか。そうな。大人の男になるための、大人の男、間近で勉強させてほしいんです。クラもちょっとヒサロでも行ってきたら。分かった、そういうことなら協力するよ。なんだか楽しそう。いや、どんどん黒くなってたら面白いな。ありがとうございます、絶対にご迷惑をおかけしませんので。黒クラ見てみたいな。はあ、なるほど。で、セア、ベイル。ベレットパワーはやっぱすごいな。セアです。あ、何でもいいからやってよってやつ。どういう結果やったっけ。え、なんかすげえ適当に裏当てなかった。あなたに言われた通り。あ、そうだわ。市場で猫のモノマネをしたの。にゃーんって。そしたら？そんな無視してくださいと言ったじゃないですか。市場でにゃーん。私も半信半疑だった。でもね、やってみたらすごいことが起きたの。お金いっぱいくれた？もしかして。私の猫のモノマネがうまかったので、ネズミたちが市場から逃げていったんだって。そんなことある？で、市場の人たちは大喜び。おいしい料理を食べさせてもらったの。すごい。よっぽど似とったよ、あの猫。おかげで疲れも吹き飛んだわ。あなたの占いのおかげで。ありがとう。ガチで当たるよ。そんな、あの日は調子が悪かったのに、そこまで的中させたなんて、さすが俺。これは調子が戻ってきたか。とはならないですよ。なんな。どういうこと？ベイル様はお優しいお方ですね。嘘ついて、そう、優しい嘘をついてくれたってことかな。自信を失っていた俺を元気づけようと思って、そんな作り話をしてくれているんですよ。本当だよって。おかげで温かい気持ちになれました。ありがとうございます。まあ、なかなかふざけたこと やらせとるからな。市場で猫のモノマネって。違う。おかしなこと言わないで。私は本当のことを。ガチの顔しとるな。信じないと怒るよ。プンプン。わかりました。うん。では信じます。またなんか新たな占いくれよ。信じるか。おお、そう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 。今日も占わせてください。で A で結果ってやつな。もちろんいいけど。またぶっ飛んだやつ来るかな。あ、しかもそうそうそう、何も物を使わんやつよ。こんなんで当ててしまうの。出ました。満月の夜、はあ、金色に光る花を拾い集めると望みが叶う。
だそうです。金色に光る花、満月の夜に金色に光る花を拾い集める。空練りに咲いとるかな。どういうことだろう。よくわからないけど覚えておくね。結果は A で。いや一戦で一気に、え最近やからね、 BL 仲間だったの。一瞬で B まで来たね。でスタール、おースタールゴールデン社、師匠と弟子の関係あったよね。ポジティブのことに関して。スタルーク王子、今日もレッスンか。だいぶビビっとる。逃げる前に聞いて。はい、あ、私あなたに協力するのやめたわ。そんな師匠、どうやったってあなたが自信持つなんて不可能って感じだし。一旦突き放すのか。賢明な判断だ。委員会、最初は僕の方から頼んでおいてなんですが、 C そうやってね、スタルフから言って、で断るっつって。ほんとよね、あなたは失礼で自分勝手な人よ。で B でやっぱりっつって、結局今に至るやの。オルテンシア暗い顔をしている。どうぞこれからは気兼ねなく僕のことなど無視をしてください。そんなことできるわけないでしょって。いいえ、そんなのお断りだわ。はあ、え、卑屈で自信がなくてとことん後ろ向きな性格、はあ、それが紛れもないあなたの真の姿。めちゃくちゃまっすぐ言われる。でもそのままのあなたを私は仲間として受け入れるわ。ほう、え、何も変わらなくていいのよって話か。あなたは自信のつけ方を教えてほしいって私に言ってきた。うん、それは後ろ向きな性格を直して私たちに歩み寄ろうとした。私たち、イルシオン姉妹の話か。はい、うん、この性格が直ればもう少しみんなと仲良くなれるか。スタルク以外の人間ってことか、私たち。その気持ちは素敵よ、でもそんなことをする必要はないわ。うん、後ろ向きすぎる性格は問題かもしれないけど、あなたには他にいいところがたくさんある。めちゃくちゃちゃんとした師匠。だから私はありのままのあなたを仲間として受け入れるわ。ちゃんとできた人。天使や王女、ありがとうございます。さすが飛び級のオル天使や。 お礼なんていらないわ、別に思ってることを言っただけだし。いや結局だやろ、こういう気の強い何でも言っちゃう子って根っこはやっぱり真面目なとこあるからね。優しいですね、やっぱりその善良さが眩しいですが。ギャルもそうやしね、ちゃんと芯があるからね。もうそばにいても大丈夫そうです。王女の考え方が分かったからでしょうか。うん、いきなりすごい目を合わせてくるじゃないメスの顔している。はい、今までの分までと思って、ああ、いつも急に逃げたりしてすみませんでした。スタルクオルテンシアありやね。何かしら近いわ。急にこっちが恥ずかしくなってきた。やめてよ。急になんか王子なのにそんな可愛い顔で見られたときめきすぎとるやん。もう私の立場がないじゃない。かわいい泣かせたこの人。どっか行った。オルテンシア王女、めんどくさいなあれ。いつもとは逆になってしまいましたね。結局なんか手のひらの上で転がしとった感じがするな。たまたまか。いやースタルってか一人当たりでも数すごいよな。まあ、この辺はブロディア系やね、ザフィアも。あ、セリーヌ。え、こんな育ってない、セリーヌと。そっか、ブシュロンともあったんだ。あ、だいぶ減ったね。じゃあ、ユナカ、お、ゴールドマリー、なんだっけ。ゴールドマリー、何系だっけ。先日は情けないところを見せてしまいましたな。はあ。やはり家事をすると気持ちが落ち着かず、取り乱してしまう。昔を思い出してしまうってやつだ。大丈夫ですよ、
どうかお気になさらず。うん。あの後ユナカさんのことをずっと考えていました。いや普通に可愛いな。スタメンから外してしまったけど。噂で聞いたのですが、ユナカさんはモノマネがお得意なんですよ、ね。なんかであったな、他の支援会話で。はい、まあ。てか普通に他の声優のモノマネのやつやよね。すごいね。それでしたら。私のモノマネをしていただけませんか。ちょっと優しめにゆっくり言えばいいんじゃないの。え、簡単そうやけど。ゴールドマリーは私が鼻歌を歌いながら洗濯をしているところを真似てみてください。鼻歌。わかりました。確かこんな感じでしたな。ガチなやつ見れるかな。今日はお洗濯日和。これ本人ってかゴールドマリーゴールドマリーの声優さんやってない。これ家事を完璧にこなす姿に男性の視線は釘付け。どうなんかね、ガチで田舎の声優さんやってんのかな。いいですよ、その感じのまま実際にお洗濯してみましょう。はあ、わかりました。モノマネでやれるんかね。うまくいきましたぞって。どうでしたか、お洗濯怖かったですか。はあ、いえ、それが不思議なことに全くなんともなかったです。モノマネで克服した。ゴールドマリー氏の気持ちになりきっているので自分の過去を思い出す暇がありませんでした。モノマネ芸人もこんな感じなんかね。よかった、大成功です。いやー、また別の素晴らしい先生がおったね。ここにこれからは私の真似をしながら家事をしてみてください。すげえ。このうちに家事をしても大丈夫だと心が。すごいな、なんかそういうカウンセリングができる人なんだ。ちゃんと小さな成功の体験が心の傷の克服につながると聞いたことがあるので。ちゃんとそういう素養もある。なるほど、そういうことですか。完全にカウンセリングの人。ありがとうございます。ゴールドマリー氏は本物の女神ですな。私めは新しい自分になりたいと言いましたが、その目標ができました。ゴールドマリー氏です。え、こういうカウンセリングする人。お恥ずかしい、恐縮です。いや、なんか保険の先生っぽくも見えてきたな。もともと完璧だったのに、はあ、さらに完璧になってしまったようですね。またやかましいこと言い出したな。よし、早速メモですぞ。褒められた時は、はあ、今まで完璧だったのにより完璧にっつって。もともと完璧だったのにさらに完璧になってしまったと言って、はあ、涙目で謝る。これガチ声優さんかな、やっぱ。もともとやっぱモノマネ得意なのか。今のは学ばなくていいのですよ。一本取られたな。冗談ですぞ。照れたお顔も可愛いですな、師匠。また可愛くなってしまいましたって。手のかかる弟子かもしれませんが、これからどうぞよろしくお願いいたします。元気な弟子ができたな。わかりました。こんな私でよければ。こちらこそぜひ。てか胸の底にほくろあったんだ。細かいね、あんなとこにつけんな、ほくろ。なるほど。で、ゼルコバクラン、めちゃくちゃ珍しいやん。クラン意外なやつとなんかつながるね。ゼルコバは一番意外かも。枠が黒。見つけたぞ。はあ、え、なんか因縁の何かある？完全に闇に溶け込んどったよ。びっくりした。あなたはスルコバさん？なんだ、なんかある？何を驚いている？はあ、え、その顔が怖くて。怖いわな、倒れて、そっと押してしまうぞ。顔だって。アップ。なんでもありません。
僕に何か用事ですか？はあ、お前に聞きたいことがある。なんだ、だから面を貸せ。なんかすごい重要そうだ。僕何かしちゃった？なんだ。まだ何もしていない。これからしてもらうんだ。これから？どういうこと？俺の悩みを解決するためにお前のある能力が必要。なんか能力あったっけ、クラン？僕の能力？なんだろう。人に誇れるような能力なんて。神竜ファンクラブの会長ってことしかないよね。声が小さくて聞こえ。声。言いたいことがあるなら。なんなんこれ。もしかして俺に力を貸すのがいいのか。力。何かゼリコバには感じるものがあるのか。嫌じゃない、嫌じゃないよ。なんか一番異質な支援会話やな。だから怖い顔して近づいてこないで、ゼルコバさん。拉致られそうやもう。そうか、ご協力感謝する。他のやつには知られたくないからな。これだけこっち側に引っ張っといて、ね、ネタ展開かな。やっぱりなんだ。気になる。まああえて育てれるあれもできたしね。ちょっと余裕ができたら見に行こうか。よし。じゃあ、メインストーリーで、というか、メインストーリー進むと、青吹き出しが実は出てるの結構拾ってないんですよね。まあ今なら、ね、千年前行って帰ってきたってことで、またベイルとか吹き出し出てるのかな。ただこのマップ上に出せるのにか、あーないね。あるある、ベイル、ベイル、ベイルぐらいか。隠れとるな、ベイル。私は大丈夫だよ、気を使わせちゃってごめんね。いや、ベイルの存在感がすごいね。いやでもベイルだけしかないな。そうか。他にもあった気がするんやけどな。青吹き出し出るやつ全員出してくれたらいいのに。優先的に。ここ湧いたね。ミルクかな、ここ。ミルク。なんでここミルクな。牛小屋とかならわかるけど。じゃあ、こんなもんかな。特にチェンジプルーフでいじるやつもおらんしね。あー、セーダスがもう乾燥する。もうやっといてもいいかな。裏で乾燥した後が、あー、ユナカも結構いいレベルなんよね。改めてシーフに戻したら具合悪いか。うわ、いいとこ全部下がるやん。あー、守備ちょっと上がる。いやー、探検投げるんだ、もうウルフでいいんじゃね。ね。シーフの利点って何？すり抜けぐらいか。ウルフでいっかな。よし、じゃあこんなもんかな。ってことで次回は、そうやね、エイリーク行く。マルソン見とる。そう、順番的にはリーフなんすけど、ディアマンドにエイリク持たせとるしね。今アイクやけど、もっとなんかエイリクの何かこういう守備力が乗っかるやつとか、これ、あれ言ってたわ。そうだ、言ったわ。言ってた。言ってたわ、そういえば。一回前の、あれか。あ、違う、セリカだ。セリカ、セリカ。そう、女子の。セリカがジャンについてるから。あと、優先的にはミカヤか。今、セリンヌか。
次セリカかな。うん、ガイデも結構思い入れ深いしね、 2,3 周はしとると思う。うん、どこのマップか考えるのも楽しみですしね。はい、そんな感じで、はい、したら以上ですかね。ご視聴ありがとうございました。またお願いします。